今日は我が家の閣下のご要望でクラムチャウダーをお作りいたします。閣下のご要望なら致し方あるまい。問題は材料であるアサリを買い忘れたこと。実に有識事態ではあります。そもそもクラムチャウダーのクラムとは貝のこと。アサリがなければただのチャウダーとかすでしょう。ここはカクテルに入れたら美味しいかなと思って試しに購入してた貝出汁の素を代わりにぶち込むことでお腹を空かせた閣下に早急に食事をご用意しましょう。決してお外が凄いから出たくないというわけではないのですよ。人参その他愉快な仲間たちをみじん切りにしバターと共にフライパンにぶち込んで炒め倒します。いつ購入したか忘れたイニシエのローリーと共に新鮮な牛乳を到着と投入し貝出汁の素とコンソメ塩コショウで味を整えれば我が家特製手抜きチャウダーの完成です。できたよ。